シェイクスピアの影響は演劇や文学から現在の映画や西洋哲学、英語そのものに拡大した。ウィリアム・シェイクスピアは英語言語の歴史や世界の優れた劇作家において最も素晴らしい作家として広く認められた。シェイクスピアはヨーロッパの演劇を変えた。彼は演技、構想、言語、ジャンルにおいての革新を通して成し遂げることについて、 拡大した期待によって、ヨーロッパの演劇を変えた。シェイクスピアの作品はまた年間を通して、ハーマン・メルビル・チャールズ・ディケンズ・マヤ・アンジェローを含む、多くの数の有名な小説家や詩人に影響を与え、今日までの新しい作家に影響を与え続けている。シェイクスピアは、聖書の様々な作家の後で英語が母語である世界の、歴史で、最も引用される作家である。 彼の引用や信号は英語や他の言語で毎日の語法に使われた。シェイクスピアの作品はその後の演劇に多くの影響をもたらしてきた。シェイクスピアは西洋文学において最も敬愛される作品をいくつも作った。マクベス・ハムレットそしてリア王が世界の最も素晴らしい作品として上位を占めている。そして、 構想や言語を通して成し遂げることについて拡大する期待によって英語の演劇は変わった。劇の構想の中で完全な演技シェイクスピアは特にハムレットのような作品でもし主人公が何らかの形で変わっていたら劇の構想はすべて変える。ロミオとジュリエットではシェイクスピアは悲劇と喜劇を混ぜたロマンチックな悲劇という新しいジャンルを作った。彼のモノローグを通して シェイクスピアは演劇がどのようにして演者の内的な動機と葛藤を探るか見せた。シェイクスピアまでモノローグは劇で紹介、情報を伝える、説明を与える、植物を明らかにするためによく使われていた。シェイクスピアはハーマン・メルビル、チャールズ・ディケンズ、トーマス・ハーディそして、ウィリアム・ファクナーを含む後の世紀に続く多くの作家に影響をもたらした。 ディケンズの作品の至るところで、シェイクスピアの引用が多くあることを含む、影響の例やディケンズの少なくとも25の題名が、シェイクスピアから抜かれていることも事実である。またメルヴィルは、モービー・ディックで正式な演劇の方向、拡大された演劇を含むシェイクスピアの表現を、しばしば使った。事実シェイクスピアが、メルヴィルの小説の主な敵対者キャプテン・アハブにもたらした影響は、 古典的なシェイクスピアの悲劇の象徴を素晴らしい男は彼の失敗によって倒されたであった。シェイクスピアはまた多くの英語の詩にも影響をもたらした。特に自意識に悩まされたサムエル・テイラー・コールリッチのようなロマンチックな詩にシェイクスピアは多くの英語の詩にも影響をもたらした。シェイクスピアの現代のテーマはハムレットのような演劇を予期した。 シェイクスピアの作品は1800年代の詩に非常に大きな影響を与え、評論家ジョージ・スタイナーは英語詩的ドラマをコール・リッジからテニーソンまでシェイクスピアのテーマの微妙なバリエーションと呼んだ。シェイクスピアの作品は英語全体に大きく影響した。シェイクスピアの時代の前や、その間、文法や英語の規則が企画化されていなかった。 しかし17世紀の終わりや18世紀に、シェイクスピアの作品が人気になると、それらは英語の企画化の一条をした。また、多くのシェイクスピアの言葉やフレーズが英語に埋め込まれた。特にサムエル・ジョンソンの英語の辞書のような企画では、他の作家よりもシェイクスピアの方が多く引用されている。彼は、新しい単語やフレーズを導入することによって、英語の範囲を拡大した。 無印象を試み、また新しい歌や文法の構成を導入した。彼はまた、ヘンリー・ブイヤ・夏の夜の夢という彼の作品の文章で最初に見られた、スワッカーから由来している、スワックという単語のような21世紀によく使われた言葉遣いを結出した。シェイクスピアの英語への素晴らしい貢献は言語をより生き生きとさせ、表現を豊かにした新しい単語やフレーズの導入を、 すべきであった。シェイクスピアによって作り出された単語の数はおおよそ数千であった。キング・ウォーレンは彼のすべての作品において演劇、ソネットや物語形式の詩シェイクスピアは17,677単語使った。そのうちの1,700単語はシェイクスピアによって初めて使われた。と言い,い、明らかにした。彼はまた古典的な文学や、 外国の言語を借りたことで知られている。彼は名詞を動詞に、動詞を形容詞に繋がった言葉を一緒に使うのはこれまでにいなかった。窃盗時や設備時を追加し完全にオリジナルな言葉を工夫する。によってこれらの言葉を作った。シェイクスピアのオリジナルのフレーズの多くは今日の会話や言語に未だに使われている。これらには見通しの良い日、奇妙な仲間。 残念な光景、そして完全な縁が含まれますが、これらには限定されない。シェイクスピアは他の時代に作られた英語の単語に比べて、かなりの量の単語を英語に加えた。シェイクスピアはより発展させた方法や、不正確で無意識の言語ではなく、言語を構成することを助けた。エリザベス朝英語で書かれた時文体上話されている、英語にとても近かった。 表現を縛っていた規定された文法がなかったのでその自然らしさは力や自由を与えた。文学において規定された文法のルールの欠如が曖昧さを生んだ一方でまた表現の自由や表現の鮮やかさを作る感銘深い鮮やかさや感情を表現した。シェイクスピアの作品は入り組んだ言語の豊富さが使われ、十音節で構成された文やが大半に達し、その結果、 二つの方法は、経験によって、学んだり、広く普及したりする間で絶えず変化する。同時に、シェイクスピアの言語を伝えることで独特な気配や、雄大な威厳の組み合わせが作り出す。のである。シェイクスピアが、多くの新しい言葉を作ったのは真実であるが、シェイクスピアが、多くの新しい単語を作ったのは真実であるが、ナショナルジオグラフィックの記事では、 シェイクスピア S ネイティブ・ングリッシュを書いた歴史家ジョナサン・ホープは OED の最初の教育のためのシェイクスピアに特別な注意を払った文章を読んだ厳格な学者は彼の文章は全体的により読みやすくなりより多く引用した。そして彼は最初に単語や単語の感覚を認められたが実際には他の作家にも見られるということを発見した。 ありがとうございます。